こに彼女のデューズの社長さんのこんばんは、ね、今日いらしてるというふうにマネージャーさんに紹介してもらって、カモさんの娘さんじゃないんですけど、役者さんがこう入ってきて簡単に会います。で、簡単こんばんは、泣いちゃいます。めっちゃこんにちは、こんにちは。で、その後にはい、皆さんの会トークショー、トークイベント来てくれてありがとうございました。はい、で、いつものように僕が今日はお風呂上がりじゃないでしょ、全然いじりをしていこうかと、まあ、新人マネージャーありがとうございました、岸さん、よろしくお願いします。動画見ました、フィンの ありがとうございます。毎日動画をね、なんとチケットがですね、ワンマン10月4日のワンマンのチケットがね、もう残りわずかということで、ぜひ皆さんチェックしてください。相手が来てください。もうちょっとしかやんないけど、今日なんとなく今水溜りボンド見ながら、うん、ライブ楽しみにしててください。はい、25日のライブ行けなくて、ああまた全然でも4日来てほしい、10月4日、まあ、25日も来てほしいけど、25日も来てほしいけど10月4日来てほしいですね。顔が小さすぎる、そんなことないです。はい、今日行けなくて、ああ全然全然いいよいいよ、もうね4日来てくれたらもう俺はそれだけでいいから、完売、もう完売間近なんでね、完売間近です。皆さんみんなで頑張って、ワンマンね、ワンマン来てほしい本当に。10月4日、今日も圧倒的に画面がいい、ありがとう。はいはい、今日のやつ、あ、そうなんだ、夏休み終わり、北海道だから行けない、マジか、北海道から来てくれ会いたいよ、こんばんは、よっか友美が行きます、やったー、ありがとう、会いたいよ、よっか友達、うわ、嬉しい、友達行きます、ありがとう。はい、にぎやか、めっちゃ水溜りボンド、指輪かわいい、ありがとう、うん、土日にライブしてほしい。そうだね、確かに土日もね、こんにちは、今のカメラ好きです、嬉しい、それは失礼します、ほんとにごめんなさい、はい、25日当日券ありますよ、当日券ありますよ、はい、25日は当日券あります。またよかった、ツイッターのありがとう、聞いてよ、こん、いやもう反対押し切って来てくれ、マジでそこは頼むぜお顔が天才です。はい、目綺麗、目綺麗です。キャスト、あ、キャストサイズ、そう、もうカバンね、カバンがもう動かない。いや、ファンディスク見てました、ありがとうございます。今日はエンジェルズウィングあげたんで、聞いてください、最近ストーリー見てるぜ、声がいいよすぎる、ありがとう、大好き、俺も大好き、今日も好きかも、ありがとう、エルマです。ソルジャーもね流れて、はい、10月4日僕が作ったソルジャーをね、ちょっと今日 LINE ライブの方で流させてもらったんですけど、はい、キサグの公式の本番、ぜひね10月4日見に来てほしいです。今日のアカペラ動画いっぱい見ながら寝ます、ありがとう、今の髪型かっこいい、急に重い、復活、ちょっとね、感覚ね、軽く怪しんでたんで、すげえ迷ってました、まだ何歌おうかね、うん、ちょっとここはここで、ありがとう、めっちゃ歌うす、え、電波ちょっと悪いかもしれない、92点やばいね、ソルジャーかっこよすぎです、ありがとう、今あれ水溜りボンドさん見てますね、キサグのポップのくだり最高、ありがとう、
あ、恐らです。家です、家ですよ。うん、ペテン師が笑う頃にめっちゃ懐かしい。うん、インスタライブのアーカイブ残しておき。それじゃあどんなダンス作るのかね、楽しみにしててよ。10月8日待ってます。水溜りボンド大好きです。生で聞きたい。それじゃあ本当に始める。あ、嬉しい。ペテン氏懐かしい。もう2年ぐらい住んでますね。2年ぐらい、うん、2年ぐらい住んでますね。すげえ面白そうな。俺も会いたい。10月4日はね、一応アーカイブでも見れるんでね、ぜひアーカイブとかでも見てくれたら嬉しいです。次何しようかな、まだ決めてないですね、うん、なんか感想としてる。今あの水溜りボンドのトミーさんがあの鼻泣き真似してるね。桜の雨、あー懐かしい。25日も4日も行きます。ありがとう、嬉しい。はい、LINE LIVE アーカイブで見れるんでぜひ見てください。ちょっと花江さんの実況見よう。マジシーンとか、あ、マジやってたんだ。エンジェルズイング嬉しい、嬉しい。 YouTube ね、フィニューだってほしいです。アーカイブで見てください。6日も楽しみにしてる。ありがとう。新作がやってたんで見てます。でー、こんばんは。世界中どこ探してもリオの先生しか持っていないコルビアム。これをプレイしていきたいと思います。皆さん、花井さん大好きなんですよ。キャストサイズはどんなの？トークですかね、トーク。画面送る、マジか。ね、そしたら急に事故ってこの屋敷に突っ込んじまった。この車フィーネ以外の、あ、結構いろいろ歌いますよ俺。実みんなでめっちゃカラオケで歌ってたから、ね、なんか前山さんと一回あの一番最初のフィーネが初めて、あのステに舞台にフィーネが初めて出た時のあの千秋楽が終わった後に前山さんと二人であのカラオケに行って朝まで歌ってた。鬼滅見てないな、まだ。どの角度がいいかですか。はい、懐かしいですね、テーブルマックス。またみんな、まあ、今は結構音楽ばっかやってるけど、まあ、舞台とかやったら見に来てくださいね、また、うん、いや天才だったんですよ、あの時は。さゆりさんいいよね。フラレガイガール、あ、着てみる。指怪我してないですよ、うん、指、あ、ちょっと曲がっちゃってる。みんなで後ろ見てみない、俺これね、でもあのいろんな人の実況見たね。これあのこのゲームはね、待って、ちょっと鍵とかないのかな。あ、嬉しい、 OK、 俺がもらおう。
ありがとうございます。カズマくん髪ピンクにして、もう髪ピンクしたらもうハゲになるよ。任せろ、任せろ。最近癖でよくやります。ワンマンで髪にいじれる翼翼演技する。カズマくんかな、カズマくん冒険しないですか、ドラクエ。あー、いや俺ダウンロードしたんだけど言ってないね。あそこに見えた、天才的に綺麗。キヨさん見てますよ。なんかね、キヨさん見てる。キヨさんとレトルトさんと、最近やと、で僕あの富士山の声が、富士山のなんか喋り方がめっちゃ好きで、最近富士山結構見てますね。髪痛みすぎて。いやキヨさんのマリオメーカー見てる。だから富士山、富士くんとやってる。あ、MSSP 大好きです。キックマーク2です。僕一回だけ共演したことあるんですよね、MSSP さんと。てかまあいろんな人と。ニコニコ。学園ハンサムやば。あごあご。結構前じゃない、学園ハンサムって。え、めっちゃ怖いよ。サイバーハンターわかんないな。あ、牛沢さんの役やな。ガチさんも好き。うん、ガチさん。まあ、ニコニコ時代結構ガチさんとか牛沢さん見てまったね。YouTube はあまり見てないけど、ニコニコ時代は結構幅広く見てたね。うん。牛沢さんかな、牛沢さんの龍が如くかな。龍が如くかもしれないし。ゆずと会ってないな、最近。ビレバーの時初めてカズマくんとこ行った。あ、嬉しいっすね。それ、翔吾くんも見て、TikTok やってるし、花江さんの声聞いた、確かに。めっちゃ携帯充電したい。よいしょ。やばい。どうや。どうや。OK。あ、見に行ってないですよ。もう時間が全然合わなくてね。そう、え、声コードやってないかな。今アニメの話、いや今はゲーム実況の話してましたね。ね、牛沢さんやっぱ龍河ごとやってて、ね、なんでそんなイケメンなんですか。それは秘密だ。ドアップかっこよ。この面心臓もたれ、たかしだよ。やば、ねえ、ずっとバックしたままになってる。いや全然眠くないです、ほんと。いや、ビレバンイベントでやっぱ画力上がったよね。俺みんなで、みんなにキャラクター描いてる間にすげえ画力上がった。ほんとにかっこいい、ありがとう、嬉しいっす。褒めてくれ、褒めて伸びるタイプや。5秒歌って、愛してる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 、何度も言うよ、そう君に伝えるために生まれてきたんだから。カズマくん今日褒めてくれてありがとな。ラブから最強です。あ、意外と起きれるよ、意外と起きれてますね。映画は見忘れてたけど、ヴァイオレットエヴァーガーデン未だに見てないっていう。タカシの足元は歯だし、タカシの足元歯だし。あー嬉しい、今日初めて記載来てる、嬉しいです、ありがとうございます。いっぱい聞いてください。よかったらね、10月4日ワンマンあるんでね、ぜひ来てください。10月4日のワンマンは本当に完売させちゃうので、もうチケット残りわずかになったんで、めっちゃ盛り上がってんの。
自分の曲で一番好きなのライカ、ライカの曲で一番好きなのはワイダイって曲かな。最近一番新しく上げてるね。よかったらまあインスタのプロフィールから飛べるんで聞いてほしいです。ライカ。はい、ワイダイはね、僕の中学校の時に、まあ、同級生の友達が、まあ、亡くなっちゃったことをリアルに、ちょっとうるさいな。リアルに結構書いてて、うん。アンさんがラブってライフはどうかな。ライフイズビューティフル、嬉しいっすね。実況がうるさい。そうかな。うん、ライフはだ、嬉しい。え、グアムいいな、行きたい。久々の安いから流れてる。ネックレス似合ってます。今日安いから顔まで見たらかっこすぎて、すみこ Thank you。あ、一人にしないで、一人にしないでもいいよね。うん、そしたら結構ポップスというか、うん、ボカロの曲、うん、ゲーム配信、うん、早くやりに行きたい。いや、今日めっちゃ久々のみんな、なんかトークショーで、トークショーじゃない、トークイベントでめっちゃいろんな久々の人に会えたから、ちょっといや嬉しかったね、うん。いや、みんな急やったから来てくれるんかなと思ってた。もう、もうみんな急やし、23日、1週間も経ってないみたいな。絶対みんな来てくれないんじゃないかな、急だしと思ったら、まあ結構みんなね、来てくれちゃって、ほっとしたよ、おじさんは。ほっとしたわ。いや、もうこれでもう本当に全然来なかったらどうしようってちょっとヒヤヒヤしてたけど、みんな結構たくさん来てくれたので、ありがたい。本当に急遽のイベントなのに、うん、あ、25日初めてライカ、あ、嬉しいっす、うん、ぜひ来てください、うん、超いいんで。グザサシ、グザサシいいよね。ガルビッチだけ見に行こう、うん、そう、嬉しいっす。ウディって思いながら会いに行きました。それめっちゃ重い。明日、いや明日そんな早くないですね、うん、スクショタイム。そう、仲いい、仲いいとかそんなことないですよ、うん、ケース2個ですね、うん、俺にしか見えてないの、あいつ。え、なんかもしかして、うん、いるんだよそこに。帽子かぶったおっさんがよ。タバコ吸わないですね。なんかあんまりこう興味がないというか、なんか吸ってみたいなっては思うんだけど、なんか喉が痛くなっちゃう。でもなんか俺の顔面で吸ってたらちょっとさ、なんかギャップあるよね。やっぱなんかこう、おし、なんだろう、映画とか見ててめっちゃ吸いたくなる、あー吸ってみてって思うんだけど、うん、吸ってみて、吸う必要ないよ。まあそうだよね、うん、そう。まあでもなんか味とかなのかな、タバコって。そう、まあ、なんか煙に味ってちょっと俺にはマジで謎なんだけど。だから俺はね、あれも吸ったことないですよ、水タバコみたいな。一回吸ったことあるのかな、あれ水タバコっていうのかな、吸引器みたいな。吸引器がタバ水タバコなのか分かんないけど、うん、ああ確かに、俺はタバコ吸ってないっすね、うん、そう、Cシャ、そう、Cシャ、Cシャ、うん、あー口が寂しい。タバコ吸ってる人ってよくそれ言うよね、口が寂しいとか。
わかんないな。口が寂しくなったことないもん。あ、でも確かにわかる。コンビニ行きたくなる。うん。鼻息が気になって仕方ない。確かに。加えてるだけで、いや、ここはシガレット、ここはシガレットで良ければするけど。うん、ここはシガレットでよ。むせるけどコーラ味好き。コーラ味なんてやんの？あ、シーシャー。シーシャーね。うん、あ、ここはシガレットね、コーラの。あ、確かにね。ベリー系とかあるんだね。うん、まあ俺は俺に必要ねえな。うん、そう、俺エナジードリンクがあれば生きていけるから。大体俺真っ先に朝起きてすることって言ったら、あの外にあのこうだいたい自販機のモンスターを買いに行くっていう、うん、ギター全然弾いてないんだよね。うん、買ったんだけどめっちゃ勢いよく買ったんだけども、最初の 2,3 ヶ月ぐらい弾いてって、でも豊と練習する、今度一緒に、うん、豊と一緒にやる、うん、そう、もうね、俺エナジードリンクか、あのね、俺カフェイン中毒なんだよね多分。うん、カフェイン中毒だから、そうもうあの、そう、そっちなんだよね。食べ物何が好き？全部好きですあ、夜中に曲作りますね、めっちゃ。うん、昼間はほぼ作んないな。まあ、作るっていうか、まあ、浮かんだらストックはするけど、うん、コードは別に難しくないけど、やっぱなんかあの難しい、ギターが難しい。ギターの コーヒーめっちゃ飲みます。はい、コーヒーもめっちゃ飲む。でもブラックは飲めない、ちゃんと寝てない。エナジードリンクでもあの聞くとこは聞くよ多分、本当に、うん、ご飯食べてます。あ、なるちゃんいらっしゃい、ありがとう、来てくれて。食べてますよ。うん、イヤホンつけてますね。うん、よく飲めないな。あ、何を思ってウニ食べたくなったか。ね、なんか写真でなんかウニの肉の上にウニが乗ってるやつ見たんだ。それかな。エナジードリンク体に悪いと。や、そうか、マックスコーヒーしかない。ブラック飲めないな。ウニク食べたい。食べたことない、一回もね。食べたいよね、ウニク食べてー。マジでおすすめなどりは、普通にレッドブル。あー、でもモンスターかな。モンスターの、まあなんかそのモンスターのコスパがいいんだよね。210円であんだけ入ってるから。別にレッドブルも好きだけど、うん、マジ腹減った、やばい、どうしよう。え、そうなん、こんにちは。あ、おやすみ。そうだね、俺もそろそろ寝よう。うん、モンスターオレンジ、オレンジまずそう。モンスター僕緑が普通に好き。そう、安い、そう、モンスター安いの。210円でだって、レッドブルのさ、モンスターと同じおさ容量のやつ300円ぐらいすんじゃん。あ、俺買っちゃうんだけどさ、ついついなんかリハの前とか。そうなんだ。家族のインスタライブ頼みましたね確かに。こんばんは。うん、ネックレス基本ずっとつけてますよ、うん、最近買いました、クロマハーツ。なんか別にめっちゃクロムが好きなわけじゃないんだけど、まあなんか十字架をあの背負いたいっていう気持ち。タトゥーとかはね、あの痛そうだから入れれない痛いの嫌いだからそう、なんか別にクロムハーツが好きってわけじゃないんだけど、なんか一番わかりやすく高いじゃん。そう、なんか高いものを
こう背負ってこう気持ちを切り替えるっていうっていう面で買いました。うん、そう。いや別にクロムハーツが好きってわけではない。まあ好きだけど別に嫌いじゃないけど。うん、そう。なんか十字架っていうとすげえ中二病みたいな言い方したけど、気持ちをこう切り替えるためにね。ビビアンはね、ピアスはつけますね、たまに。うん、そんなに、自分では、なんかこう、買ったりはしないかな。基本安いのしか買わないからね、あんまりこう、高いの買わない。本当にあんまり、こだわり、なんだろう。めっちゃこれ欲しいみたいな。あんまないね。まあでも、シュプとかは好きだから。ちょくちょく自分でも買ってたりするけど、うん、あでも幼児も好きだね。幼児もめっちゃ好き。幼児シップサンローラン、そうかな、かな、そう、庶民的、そう庶民的なんだよね俺、考えが。あ Y3 も好き。うん、まあ、安井さんだからね Y3 って。いやバレンシアが一個持ってないね俺。うん、バレンシアガ1個持ってない。グッチは持ってる。財布グッチ。うん、そう、今、ぷよぷよやってる。そう。安井さんなのに。そう。ほら。安いよ、安いよ。よし、じゃあもうそろそろ終わろうかな。みんなありがとう、来てくれて。約100人の人が見に来ててね。ちょっとまたね、末ぐらいにショールームちょっとやろうと思うんで、みんな またよかったら盛り上げに来てください。ショールームではまたね、面白いこといっぱいやると思うんで、はい、またお疲れ様です。またねー。